そして吉沢亮さんからは、吉沢亮のデビュー10周年のアニバーサリーカレンダーが2月に発売になります。僕が企画からこだわって作ったカレンダーなので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。